そういうふうになった方がいいんじゃないかって話ですね。
重要とは書いておりません。
必ずクラスに3人から4人聞き逃しましたって出てくる。それでこれ聞いてほしいのはですね、まあ、下の字はですね、イメージですけど、分かります？自分の中でこう暗号をかけるかどうか、全く同じ文章ですけど、分かります？ラジオから上の文字の通りです。だけど石垣島では北の風って結構聞こえないとまずいわけですよ。わかります？風力4って。はい。天気曇り。気圧線16ヘクトパスカル。で、これは前回も気づいたと思いますけど、下2桁しか言いません。この最初の1キロだけ1016って言ってくれますけど、日点出たらは18ヘクトパスカル、10ヘクトパスカル、09ヘクトパスカルって下2桁しか言いません。で、気温11度で、この中ではって続いてるところ気圧は15ヘクトパスカルって言いますね。分かりますか？これ2桁しか言ってないんです。でこれを聞き取って順番にこれここに全部メモしていきます。分かりますか？で、このメモはですね、別に自分に分かれてるんです。分かりますか？一応天気の記号とかありますけど、まあ、これくらい覚えておくのがいい。
回皆さんも一回ですね。もうね、あのスイッチ一回切ってください。はい。これね、20分でぶっ通して自分の集中力保てないんです。これね、あの、まあ、余談ですけど、10分以上人間の集中力って絶対続かないんです。10分で一回切れるんです。で、意図的に切ってください。切ってもう一回入れ直します。はい。他の授業も大体90分じゃないですか。90分ずっと同じ集中力で聞くっていうのは無理だと。だからよく分かるんですけど、これ10分で区切ってください、自分で。例えばこれ結構全然違いますか。マジでいい、あの本当に脳科学に基づいてるらしいですから、これマジで試して。あと自分が人に喋る時も10分で区切るってやると、あえてスイッチ1回切ってで緩めるんです。自分の喋るちょっと余談を入れて、まあ、寄っていく人を変えたりするそうするとちょっとなんかスイッチが変わるんです。で自分が喋る時も使える話なんです。十分あのアルバイトとかしてるから使えるんです。さあ、それで3番目、ここからがクライマックスです。ここが一番やばいです。はい。ここの中身は何かというとですね、中身です。これ何がクライマックスかというと、各地の電気を今までもメモしただけです。だからこういう丸に、ね、数字が入るというところまでしか来てないわけです。書き掛け電気図で。ここまでしか来てないんです。この次に漁業気象です。続いて漁業気象ですって言うんです。言ったところから、本当のクライマックス。ここから何が始まるかというと、前回の書きかけの電気図を思い出してほしいんですけど、何があったかと、こんなのがあったんですね。こいつです。
ページちょっと見てほしいんですけど、6ページです。6ページ見ると分かるように、これが全ての全文です。はい。おいって何ですか？おいって何？これ実際にこれぐらいのものをアナウンサーのおじさんは読み上げて分かる。いわゆるです。で、このまんま聞き取ると絶対どっかで寝ますから、自分でどこにアンコをかけるかって話なんです。わかります？はい、どこを高く振って、どこを太字にして、どこはフォントを48ポイントにする。それぐらいイメージしたもの、自分でね。おじさんが言ってる言葉は一緒ですけど、それを自分の中ではフォント48ポイントにするんですよ。それできるかどうかですね。はい。で、最後7ページですね。7ページです。今日は多分こいつがいます。今日はこいつが多分いるんです。あの、いなければね、書かなくてもいい話なんですけど、はい、いますね。で、こいつはちょっとただの低気圧と比べてややこしいって話は前回したっけ。台風はちょっと特別扱いです。まあ当然ですけど、ね、やらかすことはちょっと派手なんで、ちょっとこいつは特別扱いなんですけど、台風がここにいますよという話から始まり、ここまで一緒です。どうぞあのそのまま聞き取ってください。ほんでこの先ですよね、まあ、こっちに動いてますよと、ここまでもまあ多分大丈夫です。で、この先、これです。これなんていうか覚えてきます？忘れたっけ？なんでしょうあれは。忘れたっけ？全然。俺の番組を見てくれてる。見ていない。見ていない人。はい、いや別にね、見ても見なくてもいいんですけど、あえて言ってきますが、見た方がいいです。10分ですからね。10分で小学校5年生が一緒に参加して、これ何でしょうっていうクイズがあったんです、番組の中で。これ何でしょう。で、俺がこのクイズをやって、小学生に1番、2番、3番、どれでしょうってみんなに手を挙げてもらったんですけど、まあ、なんか選択肢をして。ほんで、まあ、正解はまあどれでしょうという話になるわけです。で、まあ、小学生はね、半々間違いはあるわけです。ほんで、まあ、正解はこれですと言ったときに、一番へーって言ったのは、まあ、小学生のそうなんですけど、その小学生の後ろで見ていた保護者だったんです。わかります？大人もほとんど知らないですこれ何なの？でもこれ知らない人は死ぬ確率高いです。そうですね。だってこいつがどこに来るか分かんない。でも気象庁はこれを書きさえすれば教えた気になってるんです。伝えたよねって言ってるわけです。ここ言ったじゃんって言ってるわけですよ。でも受け取れてなかったらどうなのかって話です。これは半径を言ってくれます。110キロ150キロ
を作る。関係を作れるので、まあ、その丸を描くっていうのが今日の前述には確実に出てくるので、それを書いてます。でそれは何なのかって話です。まあ、まだね、時間があるので、それを調べる時間はあります。はい、まあ、でも、これを知っておけば、書くことはできますね。メモすることもできます。はい、でも、意味は自分で調べてくださいね。知りたくなければ。まあ、今週来るかな、来週かな、再来週かな、まあ、ちょっと分かりませんけど、見ながら電気、今日自分で作った電気図で自分で判断してみてください。はい、で最後ですね、タッチページ。まあ、これ、さっき見ましたけど、この最後のポイントですね。等圧線1本、もしくは2本くる教えてくれるかもしれないですけど、場合によります。はい。で、9ページですね。はい。で、まあ、もし全員がですね、無事、引き取ったとするじゃないですか。全員引き取ります。完璧に引き取ります。そうすると前回と同じようなところまで行きます。書きかける状態まで。そこから先は多分できると思うんですよ。みんなもできるからできるから。できてるんで、まあまあ、どんな話だっけって、相談してもいいのでやってください。で、まあ、前で僕も書きますけどね。でただ一つだけですね。一つだけ、これやっちゃうとアウトだっていうのがあるので、このミステイクだけ気をつけてください。各地点の、各地図にですね、まあ、石垣島なら石垣島の場所があるじゃないですか。で、そこに書き込むとしますよね。で、これボールペンでやってほしいんですよ。ボールペンで。つまり、ノーミスでやってほしいんです。まあ、でも書き写すだけなんですよ。できるよねって話なんですけど、風向風速ってあるじゃないですか。そうですね。これを結構な人がやっちゃうんですよ。そこに書いてあるんですけど、意味わかります？結構な人がやっちゃうミステイク、意味わかりますか？これなしでお願いします。もう書き直せない。ボールペンでやってほしいから。これ全てボールペンで書くとすると、ノーミスで書き写す必要がありますよね。でも、この勘違いはやばいですね。わかりますか？方角。書いてある意味分かる。まずちょっと書いてある意味がよく分かんない。そのテキストに書いてある意味がよくつかめない。はい。結構いますね。で、分かったらできます。ああ、そういうことね。このミスは確かにやっちゃったらアウトだな。分かってしまう。全員分かるんです。分かる。全然いいよ。全然分かる。その両端のやつが何のノーか、真ん中は OK だけど両端は何のノーか、あれダメですかこれ、いいんじゃないの、わかりますか、なんでダメですか、なぜダメでしょう、その両端にあるやつ、今テキストの9ページを見てます、
次です。はい、風向。わかります。わかった。全然わかんない。
伝わるかなとも思ったんですけど、まあ、そうじゃない場合もあるだろう。はい、もうこれは実際そういうものなんです。まあ、皆さんが何か言うときもね、こんなもんだと思ってください。何か伝えたいなと思ったのに、せいぜいこんなもんです。いや、ものすごい、いや、ここまで説明するっていうぐらいしたつもりです、僕はね。はい、でもまあ30人中3人とかなんかわけです。で、これは僕にとっての今の現実ですけど、みんながまあ将来ここの前に立ってね、小学生を教えたりするわけです。中学生か高校生か分かりませんけど、そんなもんですよ、マジで。自分が一生懸命書いて絶対これで伝わらない、こんなに分かりやすいものはない、作ってこんなものだと。そうしたら、そうしたら、じゃあどうする、どうやったらいいのって話になるんですか。でも伝えなきゃいけない、そうしないと目的を達成できませんというときに、どうしたらいいのって話になるんです。で、まあ今僕が取ってる手段は、俺が教えたっていいですけど、俺がここでこう書いて教えても、30人中今3人なのが10人になるぐらいですよ。なんで自分の責任で自分の納得を作ってくださいって感じなんです。何で教えてもらうか全然できない話じゃない、ないですからね。でもそれを抑えてない人は全員山の方向を見せてしまうことなので、多分目的を達成できないんです今日ね。はい、じゃあね、まあ、やってほしいことは2つです。今さっき言ったあの台風の方ですね、台風のこいつです。こいつのまあ多分1人は書くところなんでできると思うんですけど、こいつが何だろうって話、何のためにこんなことをわざわざするのか、まあ、それは自分で納得してください。必要な部分、はい、あとはそうですね、ヤバめの話ですね、はい、これです、この問題です。まあ書きたくなるのはグッと抑えます。書きたくなるのは何か分かってるね、出入れるのでしょ。みんな勘違いしてると思うんですが、今言いたいんですはい、まあ、ヤバネの問題です。ヤバネの問題とか知事の問題ですね、はい、これはまあ自分で何とかしてください。まだあと1時間あります、ゆっくり。はい、まあ、それはまあクリアできたとしてですね、まあ、もしメモが無事完成したとしましょう。で、全部書き写せたとしましょう。で、その後書き書きの状態から何とかしていこうぜって話になるわけですけど、なるんですけど、前回やったルールを守ってねって話、これが10ページです。ルール1、インスタンはいいですかね。このルールにのっとって書いていくと、まあまあそれっぽいものができていくと。はい、でルールだけだと多分書けないんですけど、前回もやりましたけど、まあ、ちょっとしたコツがあったよね、それ3つぐらいありましたね。で、いっちゃん大事なのが、内臓と外臓ですね。覚えてますか？12の
しいっていう時はどうするかっていう話ですね。はい、あのワードの後ろでやります。はい、16が欲しいっていう時はどうするかっていう話。はい、でまあ骨位置にしたも多分前回やってるのでできると思います。今日がどんな形になるか分かりませんけど、ちょっとできる。はい。そんで、これですね。あの、まあ、これつけちゃったらもう、何しちゃうんですか。はい。これ付きでございます。それで、もう一枚ですね。この白黒のやつなんですけど、こちらはですね、予想です。明日どうなるかなって思います。ちょっとね、これ波紋っぽくて見にくいと思うんですけど、まあ大体書いてあるから気にし、細かいところは気にしなくていいんですけど、まあ、それ何に使うかっていうと、別にそれを使わなきゃいけないってことじゃないです。で、今日の最後のね、12ページ、13ページのお題ですね、トレーニング。これで結局何がしたいかっていうと、明日の天気はって聞いてるんです。で、皆さんがそれぞれ予報してください。どういう答えでも、答えでも結構ですけど、予報して根拠を書いてください。根拠を書いてください。なんでって話を。こうだから。はい。で、まあ、例によって。誰のために伝えるためのことなんですかって話ですね。でそこまで行けるのに、まあ、だから今日は3つしかないんで、多分あの聞き取りが終わったらすぐ終わっちゃうんですけど、それでおしまいでございます。はい、まあ、そんな流れですね。じゃあですね、あのまだちょっとだいぶ時間があるので、まず、あのさっき言った2つ目、何とかして解決するってことと、もう一つ、もう一つです。一番最初に、この Facebook グループのところですね、皆さんの興味あることをコメントしてくださいって書いてあるんですよ。で、皆さんそれぞれ何書いたか、自分で覚えてますか、覚えてます、はい。まあ、忘れたって人も、自分で、もう一回見ていいので、それについて何か調べてください。いいですか、まあ、もう調べたという人もとてもいいんですけど、もう一回調べて、1分で喋れるように頼んでください。自分はこれに興味を持っていたと宣言しました。はい、調べた結果、これでした。で、これと関わりがあるなということに気づきました、みたいな話に、1分で喋れるようにまとめてください。はい、じゃああとそれをですね、その作業を今から、まず最初の作業は絶対クリアしてくださいね。周りの意味と空港の話とか納得してください。自分で納得してください。でそれがまあもうできてるという人は、できてるという人は最初に初回に自分で何に興味があるか、あるいは全然興味ないけどこれが好きっていう話をしたと思うんですけど、そのコメントについて自分で回答を作ってください。いいですか、手段を取りながらググってみようって話です。まあ大概俺らにググってみたらって返したと思うんですけど、まあ、ググらなくてもいい、何でもいいですけど、自分の言葉で1分で喋れるようにしてください。自分はこういう興味を持ちました。で結局その興味に対して自分が分かったことはこういうことです。はい、それがですね、多分30人いると結構時間かかっちゃうんですけど、
調べたいに入って、でここからっていうところで後ろから行きましょう。じゃあ今からですね。